現時点でノストラの感想を聞きたいです。いやもう一人で車両セットをしたり、誰かと二人で車両セットをしたり、あとは誰かたちとギャンブルしたりしかしないからな。犯罪行為してない。強いて言うなら武器ライセンス買って武器横流ししてるぐらい。あとレース出たいなと思ってレースのお金貯めたり、あの交渉の手伝いしたらヘリコプターもらえたからヘリの免許取ったりしてた。あとタクシーだからいろんな人呼んでくれるから。ヘリは免許取った。よくね、ストグラはね、すべての免許を取ろうかなって思ってる。でも金かかるんだよ。あとなんと、あと何個、小型二輪、大型二輪と、大型特殊とかと、トラックと、船舶と、ジェット機かな、確か。ストグラはね、配信したいと思ってるけど、まあいろいろあって、できるかまだわからん。まあ多分できないってなったらやめるかな、確定したら。多分ね、わからんけど、予定では。動画でもむずい。まあまあいろいろね、大人のあれがあって、僕が嫌だって、まあ最初の頃はね、僕もちょっと空気感あったから気にしてたけど、今はマジで事情が事情なだけで、したいなとは思ってる。できたら一番幸せだね。まあなんかね、いろいろあるのよ。いろいろね。僕もいろんなものに出たりしてますから。あ、他の配信者さんのところに移ったりする分には何の問題もない。大人の事情というやつ。いや、僕もね、やりたいよ。あ、でも荒れやすいとかも関係ないね。ちなみに言うと。あ、そう、2時でしてる人で思い出したけどさ、ストグラとシティオブストリーマーってまたちょっと違うんでしょ？一緒？違うよね。もう全く違うんだ。いや、他配信者の声が乗ってしまうのも別に問題ない。V スポ平気なのに意外。まあ、V スポと2時3時は違うからな。企業はね、何もかも違うよ。やっぱルールっていうのは会社ごとにあるでしょ。この会社はいいんだからって言っても別会社の僕がやったら行かれてるでしょ。なんかストグラは配信外の切り抜きダメなんだっけ。僕的には別に構わないんだけど。あ、人による感じなんだ。まあまあまあ、もし配信外で僕見つけたらよかったねということで。あー、サブスクありがとう。こちらに衛星外、あ、配信内外と思わず別に僕の部分をその何映ってる配信者さん自体が OK なら僕が映ってる部分を切り抜かれても困ることはないかな。基本配信がついてる、みんな配信ついてると思ってるからって思うけど。ダゴチデバイト上がってた？あ、そう、ストグラは配信のこと衛星っていう注意してたの見た？見られたか。言葉のオプション付きとかね、やりたいよ、もう早く配信で。